斉藤市庭園は宮城県石巻島江屋地にある明治時代後期に作られた日本庭園。当地の旧家で大地主であった斉藤市の庭園である。2005年7月14日に国の名称に指定された。2011年3月11日に発生した東日本大震災により被災し救援していたが、同年7月31日から観覧を再開した。一部見学できない。 施設等があり、観覧料は無料となっている。斎藤氏のルーツは、火災氏の家臣、斎藤遺棄とされている。豊臣秀吉の欧州市置の際に大名としての火災氏が滅亡した後、昨日し全屋地に移った七代目の弟である全九郎が初代となった。二代目全兵が酒造業を始め、四代目吉継、江門が深谷の大肝入りとなった。 六代目、前衛門の時に、永代大管理学となった。東北三、大地主の一つに数えられ、山形県の坂田本間家に次ぐ、全国第二位の地主という合能で、明治時代から第二次世界大戦後の農地開放まで、宮城県の政治、経済、文化に大きな功績を残した資産家である。第九代、前衛門から1925年は、 酒造業や、七夜も営んでいったが、1889年に、酒造業廃業、莫大な資産を背景に会社を起こして、社長となり、さらに1892年、第2回衆議院議員総選挙で当選して第二支となった。また、斉藤法音会を設立し、文化発展に尽力した。邸宅近くに所在する庭園は、丘陵の斜面を背にして、広間を、 景観の中心に置き、周囲に平らには、園地を排している。この一体の空間構成が、近代の庭園のうちでも特色があるとされている。春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色と、四季折々の風情が楽しめる。宮城県石巻市前八屋座黒沢73-1。ありがとうございます。